一般的質問のコーナーということでございます。先ほどのディナーショーで毎年やっているドアラのテーブルクロス引きをご覧になりましたが、ちょっと静かにしてください。ディナーショーの中でですね、某テレビ局が許可ももらわず一本グランプリをもじった約一本グランプリというコーナーをやっているんですが、今日はその約一本グランプリと質問コーナーを合体させまして、今日だけの特別バージョン約一本的質問コーナーを行いたいと思います。今日お客様には私たちの後ろのビッグボードにスナックロードドアラのお祝いメッセージとか質問書いていただきました。完成後ですね、スタッフが質問いくつかピックアップさせていただいております。この質問に一本グランプリ的にスナックロードドアラが答えるということでございまして、一体どのような、集中して真面目に答えたら僕らがどんな答えが出るか非常に楽しみでございます。それでは、あらかじめ選ばせていただいた質問をちょっとお届けしたいと思いますね。何結構いろいろな人が書けるかに、そんなにいない人がいない平気だけど、今日はね、あなたは結構そういうことだからね、はい、さあ、一つ目の質問でございますけれども、
はい、メルカリへ GO。 はい、ドアは、ドアは今投資しようがない今カバーが持ってるんですか。FA して、セコンボさあ、それでは何に行こうとしたらなかなか結構あれね、はしょるね、働かないといけないのをつけてくれれば、はい、頭を使え、違う、頭を使えじゃないのかね。これから2人でどうなりたいですか。50周年目指していくとか、50周年はどうなんでしょうね。吉川投手が言いましたね、肌肌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 肌。はい、はい、ドアラさん、大きくなりたい、2秒ちょっとぐらい邪魔になると思うよ。はい、はい、スパゴロ、東京オリンピックマスコット、大変でしょ、大変でしょ。使えない暇なのでしょうか。オリンピック期間中はね、個人球場は試合が出せませんね。さあ、どうだろう、もう一回グランドスペシャルショー、それでは、最後の質問参りましょうかね。最後はこちらでございます。はい、これですね、25歳といえば宣言を狙いますね。出るとしたらどんな公約を宣言しますか。宣言しますんですけども、はい、出ます、出ます、
サインをもらうものの盗むのはルナ。はい、ドアの優しく。はい、右腕を引っ張らない我々だけのメンタルはものすごい大変だったさあ、ご覧ください、ね、はい、以上、約1分的質問コーナーでした。